どうもこんにちは。ここは和歌山県、紀勢本線、通称、紀の国線、の、紀伊田辺駅です。オンボロ感があった105系ですが、ついに、和歌山の青野が引退です。引退となると寂しいので、修行を兼ねて乗ってみます。105系に乗る前に置き換わる新型の、227系の、チェックと和歌山駅で乗った時の、227系の、様子を見ましょう。2番乗り場に列車が参ります。ご注意ください。和歌山市用の227系です。ロングシート車のローカル線は長時間走るため、主要にはもってこいですね。105系の良いところを引き継いだんですね。和歌山で乗ったのでチェックします。本日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は和歌山市行きです。次は紀和です。全てのドアがご利用いただけます。これは便利。一部の区間では車内で IC カードが使えます。紀和本次列車開往和歌山市、下一站紀和。さて本題で105系をチェックして乗ります。ボロいけど引退となると寂しいですね。後から取り付けられたトイレです。105系自体は広島や山口でまだ乗れます。駅の改札を思わせるような運賃箱が良いですね。ご利用のお客様にはアドレスをお渡ししてお待ちしておりますようお願いします。もともと非冷房だったようで扇風機が残ってます。後付け感のある冷房装置。新宮まで約2時間30分、ボロい105系、ロングシート。主要の条件は整いました。主要に飽きたので交換待ちのため外に出ます。2番乗り場に列車が参ります。ご注意ください。白浜に到着しました。また10分ほど停車。実は和歌山まで乗ってきたパンダがいます。マニアに混ざって撮影します。紀の国線、和歌山から新宮まで、58も駅があります。まもなく発車いたします。ドア付近のお客様、ドアにご注意ください。
すごい絶景ですね。
素晴らしいロケーション、湯川。主要の一服。波の音と海の匂いが癒されます。やっぱり105系、ロングシートは、主要でした。言い出せんのが、楽でした。
さようなら。